サラサウミウシは、イロウミウシ科に属するウミウシの一種。普通種。背面が細かな赤の網目模様で覆われている。百目ウミウシ、チリメンウミウシの別名がある。体長は4から5センチメートル。全身の地色は、白から紅白色で、背面の全体に、紫積色,色の美しい網目模様があるのが特徴である。また、街頭膜周辺部の内側に沿って、 死石色の斑紋が並び、その外側の辺縁と足の辺縁は狭い黄色の帯がある。ただし色彩には多少の変異があり、特に背面の網目模様の中に同心縁からなる赤い目玉模様が点在するものもある。触角と外へらは死石色。覆面は無色で斑紋はない。インド洋から西太平洋に広く分布し、日本では 東西海岸ともに普通に散する。本種は、交接時に陰茎に生えた逆棘を用いて、相手の体内に蓄えられた他の個体の精子を書き出すことが知られている。交接後には陰茎を地切れするが、地切れした陰茎は24時間程度で再生する。これは、陰茎が極めて細長く、逆棘が生えるため再び収納することが困難であるためだと考えられる。 このような行動は、他の分類群では見られない非常に得意なものである。ゴニオ・ブランケス・スティンクトリアス・スイン・ワームズ。2014年7月28日閲覧。以下、主として、岡田ほか、P178 中野 P167 ハット、関沢、綾や関、里子徳座と、正和さ志が、さ子中島、安弘、ディスポーザブルペニスイッツリプレニッシュメント因営。 サイモルティニアスヘルマプロダイト。バイオロジーレターズ Q2012150 ドイ10.1098 RSBL2012.1150 ありがとうございます。